天皇皇后両陛下は午後4時ごろ、各務原市にある航空と宇宙について国内唯一の専門博物館、岐阜各務原航空宇宙博物館を訪問されました。日本人として2人目の女性宇宙飛行士で、博物館のアンバサダーの山崎直子さんの案内で、国際宇宙ステーションの日本実験棟である希望の模型などをご覧になりました。両陛下は午後6時ごろ、JR 岐阜羽島駅に到着され、今夜東京に戻られます。